スムージーの食材さ、調達に今から出かけます。これはバジルですね。バジルの葉を、2枚で取ります。はい。それからですね、人参ですね。人参をこれも入れます。人参は、根っこの方ですね。これも取ります。人参ですね。あとは、これは蜜葉ですね。蜜葉の葉、蜜葉の葉も入れます。蜜葉の葉がありますね。蜜葉の葉ですね。それとですね、大葉の葉のいいところですね。大葉の葉を1枚入れます。それと、あとは、ブルーベリーですね。ブルーベリー。色づいてますね、ブルーベリー。ブルーベリー、ここら辺がもうそろそろ食べ頃かな。このブルーベリーをですね、入れます。ミントですね。ミントの葉を、美味しそうなところはミントですね。ミントあんまり良くないですね、葉っぱが。これミントとミントですね。ミント虫ばっかり食ってますね。虫が食ってないところをチョイスですね。チョイス、はい、チョイスして、これをですね、これを持って、はい、水で洗いながら、はい。こちらに入れました、はい。バナナですね。バナナ、リンゴ、人参ですね。ゴーヤですね。ゴーヤに生姜ですか。生姜、蜜葉、はい、バジルですね。バジル、バジル、これヨーグルトですね。でこれをこれを敷いて、ちょっと牛乳を入れて、でですね、これを スムージーにかけます。これをですね、音が
やかましいので外でやりますね。外で、はい、はい、外でですね。ちょっと細かくしていった方がいいね。大きなのがありますのでね、ちょっと回っちゃって、はい、大体ですね、大体1分ぐらい回転させて、これを私は毎日、飲んでいます。これで完成ですね。これが朝のグリーンスムージーです、私の。あとはですね、アロエベラを入れたり、四季折々のものを入れて、朝の朝食としています。皆さんもどうぞやってみてください。